沖縄正春は、日本の政治家。沖縄県議会議員。沖縄県議会議長。沖縄社会大衆党元委員長。沖縄県中上郡西原町出身。琉球大学卒業。1988年の第6回沖縄県議会議員選挙で、中上郡選挙区より立候補し初当選。以後、5期連続当選し2004年に、 沖縄社会大衆党委員長に就任。同年の第20回参院選で民主党、社民党、共産党とともに野党共闘体制を構築し、社体党の副委員長、糸数傾向を無所属の野党統一候補として出馬、当選させた。2008年の第10回県議選においては、県政の与野党を逆転させたものの自身は落選し、社体党も 議席を減らす結果となったが、委員長職を続投した。2010年7月の第22回参院選において、民主党、社民党、社体党の統一候補として、無所属での出馬が内定していたが、普天間基地移設問題に対する民主党の迷走もあり、同年5月9日になって、立候補を断念した。その後、2010年8月の第74回定期党大会で、 委員長を退いた。2012年6月の第11回県議選に出馬6期目の当選で県政に復帰。同月、与党の自由民主党、公明党と中道の改革の会から指示を受け、野党候補を破って県議会議長に就任した。自民党に指示を要請し、野党分断を招いたため、社会党から即日除名された。2013年1月13日、 那覇市において自主、平和のための中絶総全国セミナーに参加。キナはそこで、米軍基地の排除と沖縄を平和な島にするためと、称している運動の状況を参加者に報告した。2016年6月の任期満了をもって、県議を優退。同年8月、西原町長選挙に立候補するも落選。ありがとうございます。